カブリコ。皆さんこんにちは、カブトムシゆかりとゆうきりこです。さあ始まりました、カブリコ11回目、イエーイ早いねってさあ本日もですね、新ガーデン川口安行店さんをお借りさせていただきまして収録をさせていただくんですけれども、いや前回、はい、なんと驚きの、はい、実践方法、はい、何もなしそんなのがあるんだね。いやびっくりよね。でもなんかさ、ワクワクはあったけどさ、うん、まあ、がっかりも喜びもなかったから、うん、これはどうなのかっていう感じだよね。まあ確かにね、うん、でもさ、なんかわぁ交換かなとかって思ってて何もなしだとちょっとつまんないよね。そうね、うん、だからなんかあれらしいよ、何もなしはもうなしらしい。何もなしはなし、何もなしは今後はなしらしいです。収支交換とか、うん、全交換とか、そう乗り打ちとかってことか。でも大丈夫、私全部交換にしてもらえばいいだけだから。いやでも分からんよ、なんかさ最近乗ってきてるじゃん。いや、ね、乗ってきてる。リコちゃん行ける気がするんだよ。いや今日朝会った時からそれ言ってるんだけど、うん、それ言った時に行けたことないでしょ。いやたまにあるじゃん。いやだって11回会って一勝しかしてないんだから。いやでも私もねそこそこ負けてるんだけど、うん、リコちゃんがすごい負けるから、あのカモフラージュでなんかふわっとしてるだけで私もあんまりやれてないから、今日こそ頑張ろう。今日こそ頑張ろう、はい、ということでですね、実践方法を早速決めていきたいと思います。はい、これですよ、これ、はい、サイコロ振りましょう。もう3つだもん、サイコロ振ろう。でもいいんじゃない、奇数1、3、5。え、これめんどくさがりなだけだからね。そうだよいきますよ、はい、せーの、 3。あ、一番上引いちゃった。3はこれですね。何が多いってことは何かがあるのかがちょっとね、見とく今日だけ。なんかあ、見ていいですか。あ、ダメか、ダメなんかちょっと新バージョンでさ、モチベーション変わっちゃうから、ね、あ、まあ確かに、ね、そうだね、新バージョンで見てもいいかなって思ったけど、うん、ダメだった。そうだね、カブは私のことやれる気がするって言ってたけど、うん、私あんまりやれる気してないんですよ。やれそうよだから私がね出なくても私の責任じゃないし、こう全効果になったりしてもそれはカブのせいだから。そうだ、ね、大丈夫、そう、ね、ということで頑張りたいと思います。それでは実践行ってきます。カブリコ。投稿継承ということで、はい、頑張ろう頑張ろう。投稿注入してもらえるようにね。本当だよ、頑張りましょう。ごめん先にも回しちゃってたけど、50件見たら。そう、私がねちょっとぼーっとしてる間にね、うん、でちょっと私たちがなんだかんだしてる間に、うん、私の左隣のお兄さんの台が早いね、すごい早くていいんですよ、うん、でもともとね、あの前日のデータとかも見てて、うん、この左2つを2人打ちたかったのよ、そうなのよ、並びで上げ狙いで、ね、上げ狙い行こうとしてたんじゃない。だからとりあえずは朝一寝台打ってダメだったらちょっと違うコーナーに、うん、今日も移動しようかなと。そうだね、スタンバイ来た、いいね、役中でかな、猪木スタンバイ行こう、早めに。今日ものリコちゃんは違うからっていつも言うから。でも聞いて、今日は言ってないんだよいつもの私とは違うとは言ってない。いや、わかんない、オープニングで言うかもしれないよまだ撮ってないじゃん、オープニング時系列で言うとちょっといろいろあってね、うん、ほら、でも燃えてる、燃えてる、燃えてる、いいじゃん。ほら、どんどん来てる、溜まってるね。猪木先生、来た、連続エースか。あ、私、滝修行まで行きました。おお。いいね、ちょっと当たったらいいね。でもやめてもらっていい、私の見せ場をさ。それいつも言うじゃん、大丈夫大丈夫、それ外れそうじゃん、そっち先にそっちお願いしていいですか。いや、私別にエース発展してないから。あ、じゃあちょっとやだな、そういう振り
けんじゃん、いけんじゃん。もうなんかその振りが嫌だよね。お、チャンスで、いけるマスクマンみたいな。さすが今日のりこちゃん違う。私言ってないのに一言も。ほらそんなこと言うから外れたじゃん。もうこれ神のせいだから。いける。ほらほら溜まったよ怒りポイントが。もう神のせいだよ。チャンス目まで引いたのに。私のせいじゃないよ。はいどうぞ。いやでも私言ってないんだ。あのいやでもちょっと弱者で上がった演出みたいじゃん。そうだね。終わっちゃった。発展。おこれで強者とかだったらいいけど弱者ですね。あ熱い。チャンス目。そうすごい連続で引いてんだけど。でスイカ。弱チェ、え？弱チェチャンス目スイカ。先生だよ。青。で弱めじゃないですか。あんなに引いてもダメなもんですね。何が一番下なんだろうね。猪木先生のレベルが分かんないよね。やられた。あーダメでした。でも怒りポイントがたまりました。155ゲーム闘魂グラップリだっけ。突入するの1と6だったら確率が2倍くらいあったよね。250と400、ね、200なんか220とかと分の1かあったね。そこをさ、なんかどっちも引けないってなるとちょっと危ないよね。危ない。でもさ、なんか4台あるじゃん、島に、うん、4台あって1台出てて、でもう1台出ちゃうとなんか自分たちの2台頑張れる気しなくなってこない。そうだね。多分もう来る。プラス全長でしょ。あ、来た。このボンバイエで頑張ってください。そうなのよ、初めてのグランプリ来ますから。じゃこれで全長ですね。バイエで、お、赤まで来た。こんな感じになるのね。すごい、初めて見る ね。お、行くぞ。お、ああ、そっか、こういうのがチャンスアップか。タイトル赤とか。で、紫のまんじゅう。ああ、こういうことか。ね、こんなのだって見てないもんね。見てない。来た。来た。80% を3回やっときました。ここにたどり着くまで745ゲーム。投資が13本です。で、クマはダメ。クマ以外よ。お、辻吉成が一番チャンス。一番いいね。よし。猪木が攻撃で、また猪木、よしよしよし、これは大丈夫ですね。1人目は勝ちました。あと2人、2人勝てばいいんだ。熊以外で、よし、吉成、吉成呼び捨て。吉成いいよ、いいよ吉成。お、いいね、いいね。よし2人、あと1人じゃん。いけるんじゃない。熊はやめて。熊来ました。リアルアニマル。お、でもなんかちょっと音。クマかわすなよ。あーあ、いけたんじゃない。いけるんじゃない。よっしゃ、当たった。いけました、よかった。あともうチャンス。で、この後の勝負は 80% から 50% になってストックできるかできないかみたいな。はい、延長戦いきます。 50%行きましょう。8戦目までね、勝利すれば道に行きますからね。吉成いけるんじゃない。さすがに大丈夫じゃない。あれマジで嘘でしょ。ダメだ、普通に投稿チャンス入っただけでストックは取れませんでした。ダメなんだね。 50% なんて意外といかないもんですね。難しい。いやー、ここ10はやめて。よしよし、20で、なんか引いた。レア役スイカ。
だ。来た。残り15ゲームで発展するもんなのかな。これでチャンスアップがない。くそー。お、いいんじゃない、いいんじゃない。長期長期長期。緑まで行ってる。スリー、行った。よかった。引き戻した。よかった。さあ、ジューベルは本当厳しいんで、やめて。いや、この振り分け嫌だな。だって20ベル、10ベル、275枚。行きました、東高グランプリ。742ゲーム、ちなみに私、18本投手です。結構。さあ、80%。よし、吉成来たよ。吉成だよ、吉成。吉成来たよ。さあ、どれが来るのか。緑。チャンス目。はい。辻さん。そしてキャッチャー。かわさないでよ。よかったね。たった。延長戦。頑張りますよ。なんでクマ一発目で来るの。私もストックはできず残念です。さあ頑張ろう。さあお願いします。お、いいで、20行ったんだ。20行きました。どんどん行きたい。お願いします。終わんなかった。245枚。引き戻すぜ。なんて取った。3。強制。うわ、粘るね。いや、さすがにいいんじゃない。強制からの、あは弱制。いや、いいでしょ今のは。強制引いてんだもん、だって。やっべー。やっぱその強制は平気なんじゃない。投稿チャンスありがとう。頑張ります。あー、よかった。20行きました。いや、いいね。いけ。あー、338。お、ラブ。あ、なに、実写じゃん。行ったんじゃない。実写。レジェンド・オブ・アントニオ。なんかさ、特化ゾーンかなんか入りたいの。ご唱和ください。いくぞ。1、2、3。ダーン。楽しそうそれ。なんか今ので本当はちょっとストックとかもあったらいいのにね。うん。お、来た。お、来た。あ、レア役。六角の？え、金。あ、オーバー。ガッツガッツ。ナイス。ナイス。お、そしてと。リコちゃん。六角も、あ、六角も。いけいけじゃん、やっぱ今日。いや、これ決めれないんだけど、多分。いや、どうする？それは己だよ、己を信じて。あ、七を揃えなよ。いや、ダメだもう。お？連続できた。また青の穴とかじゃない。六角が当てれない。チャンス目。うまいね。また来た。右右右右右右右一回右見たい。お、見た。行った。よかった。え、こっち側から落ちてくるか。いやー、うまいわ今日。超楽しそうじゃん、何その命。やっぱほら、いくら使ったかじゃなくて、いくら出したかだよ。やめて、牛尾さんの言葉。376枚。なんか、最近私さ、牛尾さんと会わなくなったんだけど、時々いいこと言うよね。格言だね。やっぱり先生なんだよ、私にとっては。
連絡先も知らないけど、わかる、私も本当2、3、あー、そっちね、こっちじゃなくてこっちね、あー、すごい、いろんな、はい、終わった、403枚、いや、いいじゃん、おー、レインボー来ました、ワン、ツー、スリー来ましたよ、よし、よし、ね、右来てお願いだから、もう決めれないんだよこれ、今日何回外したかわからないもん、ずっと同じので行った方がいいんだよね、こういうのね、はい、そう、はい、変えるからいけない、同じので行こう、私は左、右、中で行きます、もうこれダメなパターン、あー、もうありがとう、20まで行きました、いや、めっちゃいいじゃん、もう500枚でしょ、500、お、来たよ、誰誰、これ、あ、キョウちゃん、ストック来ない、来るでしょ、さすがに今のはキョウちゃんはくらいなんだろうね、さすがに来るでしょう、え、後から出てくるじゃない、初めての恋活、恋活、おお、来た、恋活成功、恋活成功した、15,000円、295ゲームです、よかった、早かったね、ね、行ってきます、グランプリこれ入っちゃえばいいんだけど、行けるのかしら、あれ、あ、スケボー少年か、真ん中、中間よ、中間で、スケボー少年の先頭、何とも言えないな、お、いや、ここピンタ、あ、緑、でも私さっき緑で行けたから行けるよ、やられたよ、うわー、おかしい、ね、マジか、こんな感じで負ける時もあるんですね、うわー、くー、わー、うまい、ね、ここでチャンス目引いて、これでダメだったらもう分かんないよね、いや、本当だよね、いいね、チャンス目引いて勝利です、いい、ね、これラスト1ゲームで勝つことになってんのかな、どうなんだろうね、あー、終わった、582枚、まだ分からないから、さあラスト576枚、そして6闘魂ですね、ゲットしました、かぶりこ、最後の達人きたどん、ダンバインやめた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 、ダンバイン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 、ボーダーが甘いから回らなくてもいいや、あー弱いかな、でもギジくらいはいくかも、あー、どうだろう、
最初がちょっと強かっただけ。あ、でもちょっと赤ですね。ネクストは行くかな。よいしょ、空、緑も熱いけど、ミッションが消えてほしいんですよ。よし、ネクスト、青だけど、まあ、見ときます。うん。点すればいいけど、アマデジだからどう？来ない。あ、来た！じゃあもう、ダンバインリーチ。ただね、これだけじゃ弱い。3段階の最後までいけば、1人倒して、2人目って。あー、でも赤。ワンちゃん、BGM 流れてる、え、流れてますね、歌流れてた 50% とかじゃなかったっけ、319バージョンだったら、これアマデジだからどうだろう、いいね、で最後デカボタンだったら7割くらいあったと思います、ちょうど今2万、デカボタン来い、来ない、来た、やったー。まだこれで 35% の ST を取らなきゃほぼほぼ意味がないかな。あ、でも時短で引き戻すかもしれないですけど、よかった、割と早めに当たりました。 35% 取れるか、 35% よし、ダンバイン打ち納めなんで、ぜひラッシュは取りたいんだ今日中に、頼むよ、よっ、頼む、行くぞ、いやーダメですね、しょうがない、もう引き戻すしかない、おお、ラッシュだった、行きました、これはスルーしないでよ、せめてスルーしたら超寒いんだから、ちょっと弱いのかな、おーだ、いった、ダンバインの早いで、あー、やったね、あー、よかった、ST、 あー、カホリュー、あかんかん、いいね、まず大丈夫でしょう、1、2、3、あ、大丈夫だ、よかった、いや、めっちゃ楽しい、ダンバインどうしよう、ボタンが出なければ終わり、まあでもまだ良かったし、スルーはしなかったんで、かぶりこ、ちょっとまだね、回ってない台で挑戦しようかなと、そこまで回ってない台で挑戦しようかなと、とりあえず1台目にしてみました、もうこれ勘、なんとなくゴージャスコーナーで出てるお姉さんがいて、その隣も出てたから来てみたよっていうだけで、何のあれもないんですけど、しかも全然回ってなかったし、ゲットできるときは結構ゲットできるんです、あー来たよ、来た、色は変わらない、118ゲームでビッグ1回、ビッグじゃん、勝手にビッグにしちゃった、あーびっくりしたね、あ、レギュラーなのかと思って、レギュラーです、もうやだ、そりゃ色変わんないわ、ガーデン川口安行さんで何回か打ってるんですけど、カブリコの時は勝てないんですよ、ただカブリコじゃない時の実戦ではジャグラーで出してるんですよ、だから出るはずなんですよ、出るはずなんですよ、カブリコ、星4つ、赤あるかもしれない、あるかもしれないよ、サモハンさん、カメラ来るの遅いから、ちょっと見て、今このところから当たって、なんで当たってる時
来てくれないんですか。直行当たりました。じゃあ ST 入りました。直行どうしたんだろう。やっぱ1万発出そうとしてる私の中の何かが。さあ7枚目、はい、自分の体で自信のあるパーツ。あ、自信のあるパーツなんだろうね。細いよ、なんかリーチェンジェルの細く見えるの。あの衣装着れないもん。じゃ着れますから。それ衣装用意しときますね。え、あ、まだワンピースのやつだったら、ワンピースのやつだったらワンピースのありますけどね。ワンピースのやつだったらワンチャンいけます。カブトムシ当たっちゃったんですけど終わらない